皆さん明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。ということで今日は地元の健軍神社の方に初詣に行っていきたいと思います。1年間そうですね、家族が健康に過ごせるようにということと、あとは、まあ、自分は怪我なく怪我がないようにな1年にしてくださいということをお願いしたいなというふうに思ってます。ということで向かっていきたいと思います。屋台があるよね。